清太郎が44カ所を回った中でもう一度行きたいキャンプ場ベスト3、はい、ここのキャンプ場が一番行きたかったんじゃないの。うん、ね、皆さんこんにちは、チチトコキャンプの山健です。こんにちは、清太郎です。この日は2023年3月13日平日の月曜日、息子と二人でキャンプに行ってきました。どうもインプラント、おはよう。今回もキャンプ行くのを見送ってくれてありがとう。息子にとってもすっかりおなじみになった歯医者さんの看板に別れを告げ、中央道を西へ進みます。この日の関東甲信越、日中は雨予報。大月ジャンクションから川口湖方面へ向かうと激しく雨が降ってきました。トラックの近く危険を感じたので、この後しっかり車間距離を取りました。川口湖インターを降りたのが午前9時30分。この日のキャンプ場のチェックインは9時から OK。 キャンプ場へ向かう前にまず薪を購入したいと思います。鳴沢小学校の少し先を鋭角に曲がった先にある渡辺木材店。以前来た時は道に迷ってたどり着くことはできなかったので、今回初めてやってくることができました。雨はまだまだ止まなそうです。針葉樹が200円、広葉樹が400円とバカ安、合わせて600円を投入して自分で薪を選んで車に積み込みます。この値段でよく燃えてくれたら嬉しいんですけど、どうでしょうか。さて道の方は最悪、道の駅鳴沢のあたり、水しぶきを巻き上げて進みます。水たまりすごかったです。いや本当にすごかったです。こんな天気ですが、どうしてもやってきたかったわけがあるんです。それは今回が息子と平日2人で行ける最後のキャンプだから。息子がもう一度行きたいキャンプ場にリピートする企画の第3弾、最後のキャンプ地はふもとっぱらの先、こちらになります。もちやキャンプ場に到着です。昨年11月以来2度目の利用となります。キャンプの受付です。はい、キャンプ、はい、お願いします。そうよいしょ、じゃあ行きますか。前回訪れた時、まるで公園の中でキャンプをしているような豊富な遊具に魅了された息子、全国44カ所を回った中でもう一度行きたいところはどこかと尋ねた時、一番最初に名前が挙がったのもここでした。そして前回の動画で最後の1カ所を皆さんに予想していただいたのですが、 DM など含めて一番予想が多かったのもこちらでした。中には先週のプレミア公開の時のチャット欄で即レスで正解出されている方もいらっしゃったので、イージー問題だったのかもしれません。受付で教えていただいた暗証番号でキーロックを外して中に入ります。前回同様、今回も利用者は我々のみということでした。前に僕らが張っていた場所の近くに全泊の方いらっしゃいました。多分こちらも一組しかいなかったと思います。今回もフリーサイトを利用なので車はここまで、ルーフの上の荷物は水たまりができていてもろにかぶってしまいました。運搬用のカートをお借りして、まずは荷物の第一陣を持っていきます。息子は車の中、足元はぐっちょぐちょ。さて大体の場所の目星はつけているんですが、どのあたりにしましょうか。雨はだいぶ強くなってきたので急いで車に戻って第2陣の荷物と息子を運んできました。東京はしばらく暖かい日が続いていましたが、冷たい雨に凍えそうになっています。急いで設営します。本日のテントはこちら。今日のテントはバルライトです。昨年9月のふもとっぱらで初張りして以来、持ってくるのは2回目となるバルライト。組み立て説明書がないと不安、しっかりと確認しながらやりました。ソロからデュオ向きのサイズ感ということで、カートで運ぶ持ち屋に向いてるかなと思ったのと、なかなか出番なかったので息子との最後のキャンプに選びました。あまり綺麗に晴れていませんが、とにかく急いで設営して息子を幕内に避難させたかったんです。しかし第3陣で息子のポケモンを連れてくる頃には雨がだいぶ小降りになっていました。もうちょっと待ってから設営すればよかったですね。バルライト、ビルディングテープが幕内に結構多くなってしまうので一部を外して歩きやすいようにしました。雨に濡れてだいぶ寒くなっていたので早速ストーブに火をつけます。暖を取って笑顔になった息子と、雲の合間には富士山、いや雨も本当に上がりました。コットの組み立てをして、その上でちょっと濡れてしまった衣類や寝袋なんか乾かしたいと思います。できるだけ子供と遊ぶ時間作りたいと思って急いで設営したんですが、逆効果になってしまいました。雨宿りしながら遊んであげればよかったなと思います。さらに大雨の中で無理した結果、カメラもこの通り動かなくなってしまいました。ショックショックです。
さて息子はお腹が減ったということで、手抜きでドライブイン持ち屋にあるレストランで食事をしようと思います。雨もすっかり上がったので遊具で遊びたそうな息子でしたが、濡れていて危険なのでそれは明日になりそう。さあ息子は食事でルンルン、僕の頭の中はカメラのことでいっぱいです。緊張か。テイクアウトできません、よろしくお願いします。お子様ランチ、お子様カレー、お子様うどん、そば、うどんかな、寒いからね。さすがもちや、お子様メニュー豊富でした。あったかそう。11時から開店のお店、少しずつお客様が来ていました。聖太郎のは、聖太郎のお子様うどん、立派だね。400円でこれは食べる、うん、いただきます。はい、どうぞ。パパがこれ、うん、これで美味しい。これ食べてるから、お餅これ食べたい、聖太郎あげようか。うん、美味しいと思うよこれ。大福だからあんこが入ったお餅。これお餅入ってる、ほら、餅屋だからお餅、ほら。おすごい、2個も入ってる、すごい。2個、いいねえ。生徒入ってない。息子うどんの中を探しますが、お餅は見当たらないようです。入ってない。ほんと、じゃあちょっとちっちゃく切ってあげようか。ありがとう。はい、うん、まいただきます。お餅もうどんも美味しかったです。20分ぐらいで行けるみたいだから、とりあえずバッて行って2時までには買って治るか分かんないんだけどね。確かに確かに、うん、でもやっぱ治るなら治したい。だいぶ焦っていますが、ツイッターでカメラのことを相談したところ、いろいろとアドバイスをいただきました。します。とにかく乾燥させるようにということで、乾燥剤と保存袋を購入しに行ってきました。もうカメラを買い替えなきゃいけないかなと諦めかけていたので、とてもありがたかったです。そして付き合ってくれた息子にもありがとう。あとレストランに生ビールがなかったこともありがとう。おかげで車で行ってくることができました。さてカメラのことは一旦放置して、こちら新アイテムフィールドホッパー、ついに購入しました。これは来月からのソロキャンプに備えてもありますし、今月末春休みキャンプ旅に備えての購入品でもあります。台車を元に戻した後、息子とキッズコーナーで遊びました。今度新エリアでボルタリングもオープンするという話でした。子供たちが遊ぶところたくさんあって、すごくいい施設だと思います。で屋内いろいろと遊べたんですが、太陽入ってきた、よしやろう卓球、生誕大好きな卓球。卓球のところだけ靴でやれればいいのにな、ここの息子の大好きな卓球コーナーがあったんですが、そうなのかも。これ皆さんどう思いますか。ここの場所は土足可能なんでしょうか。どっちがわからなかったんで、結局靴下で遊ぶことにしたんですが、また行く機会があれば係の方に聞いてみようと思います。息子と思い切り体を動かして遊んだ後、喉が渇いたということで幕内に戻ってきました。戻ってまず最初に僕が気になっていたのがこちら、カメラの様子。すぐに電源入れない方がいいよっていうアドバイスいただいていたんですけども、ここまで GoPro とスマホだけで撮影をやってきて、もうちょっと限界を感じていたので、とにかく確認がしたくて電源が入るかだけやってみました。やった、聖太郎治った、嬉しい。うん、ちょっと一応心配だからもうちょっと置いとこう。よかった、本当にいつも皆さんに助けられています。ありがとうございました。さて不安が一つ解消されたので、焚き火の準備をしていきます。この日の焚き火台はピコグリル、またまた芝生の保護のため、下に水をまいてから焚き火シートは2枚重ね。渡辺木材の薪、どのようなもんでしょうか。レビューだと乾燥されてないとのことでしたが、針葉樹は結構いい感じでした。息子にリクエストされたので、珍しくフェザー的なものを作りながら息子のトークに耳を傾けます。こういう感じ、ミミズ？春が来たからミミズもさ、地面から出てくるんじゃない？すごいね。もしかしたらミミズがカレンダーを見て、よし、外に行けるって外に出てきたとかで、水と森にいたの。あ、そう。カレンダー見れると思う？ミミズは。それも面白いね。でも多分カレンダーないよね。
なんでわかるんだと思う？分かった。あの外チラチラ見て、うん、うしって一日絶対見てるじゃん。毎日見てそろそろだなって思ってるってこと、うん、あるかもしれない。お客様からいただいた、ありがとうございます。いただいた朝日ドライプレミアム、ドライプレミアム芳醇いただきました。ようやくこの日の一杯目なります。ということで皆さん乾杯でございます。いただきます。いただきます。乾杯。いつもの銀色のようなキレはありませんでしたが、コクがあってエビスっぽい味わいでしょうか、とても美味しかったです。さて息子にファイヤーライターズで着火してもらいます。なんちゃってフェザーと小割たくさん用意したので火入れはスムーズ。そしてこのタイミングで富士山が少しずつ顔を見せてくれました。僕はビールと焚き火を味わいながら鑑賞、いかがでしょうか。ついつい息子も踊ってしまいます。焚き火で遊びつつ見上げるとそこにはさらにくっきりとした富士山の姿。富士山丸見えてない。これは息子にとっては遊具がたくさんあって遊べるキャンプ場だと思うんですが、大人にとってもこの景色を眺められるとなると選択肢に入ってくるのかなと思います。夕日に照らされたこの日の富士山、山頂で積雪が多かったようでとっても綺麗でした。今までで一番綺麗だったかもしれません。こんな景色を前回に引き続きこの日も僕らで独り占め、穴場なんだと思います。もちろん週末は予約大変なんだと思いますが、もしよかったら行ってみていただければと思います。そういえば以前来た時にあった常設テントがなくなっていました。そのウッドデッキスペースが息子の踊り場になりました。お帰り。週末キャンプといえば4月から土日キャンプをやりたいなと思って一応予約してみたんですけども、予約大変すぎて本当びっくりしました。皆様が普段いかに大変な思いをされていたのかを理解するとともに、今まで平日キャンパーとしての恩恵をいかに受けていたか痛感しました。ま、今後はその週末子連れのキャンプと平日ソロキャンプやれたらなと思っていますので、よかったら今後も引き続きチャンネル登録していただいてご覧いただければと思います。さて息子との平日ラストキャンプ前半はここまでとなります。最後になりますが、僕ら親子2人とも花粉症で鼻声ですいません、聞き取りづらくて。また次の動画でお会いできればと思います。ちしとこキャンプ山健でした。また次の動画でお会いしましょう。清太郎でした。バイバイ。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。